ain't had fun like this before. リゲッタレディオです。はい、高本です。高間です。はい、よろしくお願いいたします。いやいや、あの新しい試みをしているのでなかなかスムーズなスタートができませんけれども今回はい心理的安全性の作り方、うん、石井亮介先生の著作に学ぶということで、うん、心理的安全性を学んでいきたいと思っております。作り方、作り方、ね、全4回でお話をしていくつもりなんですけ ど、うん、作り方は2回目ぐらいのところから出てきますんで。マジですか、はい、1回目は1回目は心理的安全性ってこんな感じです、うん、なるほど、わかりました。はい、勉強しよう。聞いたことあります。何回もあります。 Google がみたいなやつ、ね、ああ、そうです、そうです。でもなんかね、ふわっと僕会社で分かったように言うてるんで、ちゃんとこれで学んで、会社のやつに今度ちゃんとドヤ顔で言います。まあドヤ顔で、はい、じゃあそんなドヤ顔ができるようなお話ができればいいですね。はい、心理的安全性とはこんな感じです、うん、チームの中で対人関係におけるリスクを取っても大丈夫だってチームメンバーに共有される信念。なんか難しい、よくわかんないけど、例えばチームのミーティングの中でなんか発言したってこのチームの中ではバカだこいつとかってね思われないんじゃないかなみたいな大丈夫だろうって思える、何でも言えるだろう。あんのそんなことってチームって、うん、どういうことですか。チームでそういうことであんのかなって思って見てるかな。あ、バカだこいつって、うん、それってチームなんて言うので思ってるぐらい あるでしょう。なんか、まあ、チームに対する解釈か。でも、うんうん、言うんやろね。それが笑いに変われへんってきついね。きついですよね。ね、うん、それはきついな。これきついですよね。あのチーム、あ、今高本さんの中ではチームってこういう概念っていうのがあるんですか。あのこういうのがないのがチームって思ってる。ああなるほどなるほど、ね、心理的安全が保たれてるのがチームって思ってる感じ。そう、チームじゃなかったら集団みたいな。ただそんな感じ、集まってるだけみたいな、うん、ただ集まってるだけ、うんうん、だってなんかチーム感ないっすもんねって。チーム感ないっすもんね、うん、そう、うん、例えばね、これ無知とかね、こいつ無知だなとか無能だなアホだなってネガティブなとかね、うん、ほんと邪魔なやつだなとか思われないだろうなみたいな、このチームだったら何言っても大丈夫みたいな状態だったら心理的安全性があるんだっていう感じですね、うんうんうん、了解、わかります。私でもこういうチームで働いたことないですよ。ね、僕はあるっちゃある。あります。でも瞬間的なものかなと、チームって。あのなんか分かってきた、うん、だからチームってずっと続くって思ってるけど、うん、プロジェクトの度立ち上がって解散ってやって、なんか始まって解散っていうのが繰り返しチームで起きてるなっていうのが分かるようになってから、はいはい、なんかそういうこういうなんちゅうの、心理的安全が働きやすいチームになれるような場作りとか、うん、空気感作れるようにはするなっていうのが、あ、高本さん自身がね、はある、うんうん、どうせいつか解散するしっていう気は知ってる。なるほど。うん、じゃあ今まではその高本さんがそのチームの中でリーダー的な役割を担うことが結構多くての時もあればですね、はいはいはい、あのサポートの時もあるし、お、うん、僕がやりたいって言うたら旗垂れた時は僕がリーダーになってる時は多い、でもこっから先分かれへんねん言うたら徳重やつがリーダーやったりする時もあれば、他の向こうさんっていうかリーダーやったりするとか、広島とか一木とかも分かれてくる、だからそれはそのあの僕が全部知ってるから偉いんじゃなくて、分からんこともいっぱいあるから、そこは助けてもらえへんという時はそいつがリーダーになるし、おその瞬間であの役割としてのなんかリーダーとマネージャーの違いみたいなのがなんか分かってから、うんうんうん、リーダーはこうポン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 変わっていくもんやなって、はい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 、はい、その状況とか、瞬間瞬間で変わるみたいな、うん、うん、マネージャーは変われへんけど、あ、マネージャーはね、うん、とかは感じるから。なるほど、うん、まあ、さっきの Google の話ですね、うん、Google がこの心理的安全性について調査をしたと。まあ、心理的安全についてというか、生産性の高いチームってどんな要素があるんだろうということを調査をしたんですよね、うんうん、で例えば仕事の量とかね、働く場所とか、メンバーがめちゃくちゃ外交的だとか、うん、もう全部それが違うかって、心理的安全性が最も生産性に寄与しているんだということが、うん、足掛け4年の調査を経て分かったんだということでございます、
2019年頃からこのキーワードに注目が集まってきていて、月間検索件数は1万以上ね。うん、すごかったね、この時心理的安全って言葉の広がりが。あ、覚えてます。うん、すごかった、みんな言ってた。あ、みんな言ってました。これからは心理的安全だ、みんな言ったらあかんけどね、うん、こういうチーム系のことやってるか、会社の経営者さんみんな言ってた。あ、心理的安全だ、これから心理的安全だみたいになってた、うんうんうん、なんか置いてかれる感じになってたから、ね、だからなるべく使えへんようにしてたかもしれない。逆に社に構えてわかる気がする。また言ってるみたいな、ビッグワードかいみたいな。2019年頃ですか、それもやっぱり。いや、それぐらいだったと思う。ああ、そうですよね、うん、私もそれぐらいの時からすごくよく聞くようになりましたね、うんうんうん、まあでも未だにね、検索件数でいけば今多分トップぐらいに来てるみたいな。すごい大事なことやもん。そらそうだって思う。そらそうだっていう感じですよね。そらそうだっていう感じがする、うん、要素としては4つぐらいあるみたいですね、うん、話しやすい、うん、助け合いがある、ね、挑戦できる、新規っていうのは、奇抜の木っていう字が当てられてるんですけど、うん、ダイバーシティのこと言ってると思うんですよ、これ。ちょっとだけ見ていきましょうかね。話しやすい、まあ、例えば、話しやすさっていうところについては、うん、みんなで、まあ、こんな感じで行こうよ。いや、なんかちょっと違うな、違和感があるんですよね。うん、このタイミングで言えるのかな。でもまあ言ってみようかなって、このメンバーだったら許してくれるかも分かんないなみたいな、うん、ミーティング中に言えないって辛いですもんね。言いたいことが言えないっていうのは辛いですね。これかつての後の営業部がここでしたね。あ、本当ですか。結局は言いたいことが言えないっていう。へえ、だからといって言いたいことを言ったらもうすごい爆裂するし、へえ、うん、そこは話しやすさっていう言葉に集約されてるやろなと。どんな爆裂をするんですか。なんかその自分の言葉で喋るのはいいんやけど、うん、相手に合わせた言葉にしてないみたいなところが、まあ、それが話しやすいのかというとまたちょっと別問題になってまうけど、なんか好きなことを言うのと好きかっていうのはちょっと違うなって思って。あ、確かにね、それは、うん、なんかみんなの前で誰かを吊るし上げするとかはそれは話しやすいから話してるわけじゃないよって。なんかもうちょっと表現の技術とかヒューマンスキルってあるやんって。本当だ、うん、伝え方とかみんなの前での喋り方とかがあるよとかがないがしろになってる時はなんかうちの営業部はボカーン燃えてた。うーん、そんな言い方せんでもいいじゃないですかみたいな。 あなただってやったじゃないですかみたいな。うわ楽しい思って聞いてた。もうすげえな。で、それ以上こと荒立てたくない子は言いたいことあっても黙るし。うーん、爆裂だ、確かに。そう、だからもう言うてる爆裂のコーラばあ言うし。うん、なんかそういう時期はあった。うわー恐ろしい。うん、ね、助け合いなんかもちろんなかったね。だからうーん、ね、問題があった時に人を責めるんじゃなくて責めてたね。うーん、そうなんだ、あなたがこんなことやったからでしょうか、みたいな。そう、あなただって前やったじゃないですか。もう収拾つけへん。そうそうそう、ブイーで、はい、解散みたいな。うわ怖い。やめます。やめます。あこの会社には心理的安全性がないのでやめますっていう。ね、うーん、とかはあったね。でまあ、そういう子は挑戦しないですね。なんでかって人責めるから、うんうんうん、自分が失敗、挑戦するイコール失敗する確率が高なるから挑戦しないですね。そうだ、うんうん、だって失敗したらお前ほらお前も言ってたやんけみたいな、うんうん、なってまうので挑戦しないですね。責められる要素になりますもんね。じゃあ動かない方がいいし、誰かが動いたら責める方がいい。うんうんうん、ありがとうございます。今まさに言ってくれましたね、うん、最後の新規関係のところもぜひ。これどういうこと？逆に。わかりました、うん、これはね、常識にとらわれるさまざまな視点やものの見方を私はしているんですみたいなことを、うん、おそらくね、これ私はこういうところがめっちゃ得意で、うん、ユニークなんですみたいなところを出してもいいんだっていう、そういう状態だと思うんですよね、うん、あ、これに関してははい、ないな、格差変会社ですねって言われるから、みんななんか一個かぶりますやん、はいはい、常識みたいな、うん、それはあんまりみんな出せへんから、だから常識かぶってる子からしたら、むき出しの子を嫌いになったりするかなって。ほうほうほう。だって仕事とか社会で生きてたら、うん、なんか分かるかな、生きにくい人っていっぱいいてません、うんうんうん、なんかこう、まあ、いわゆる社会の前提とか常識ないから急にポロって奇抜なこと言うてまう、うん、そこで言うみたいな、あ、でなんか距離置くみたいな、うん、なんか常識人の人はそういう子を嫌いがちやけど、うん、うちの会社はだいぶ少ないかな、うん、だから隠さないってよく言われる、うん、まあ、みんなね、だからといってそれで人を無自覚に傷つけていいものかどうかみたいな考えへんと、うんうんうん、あかんねんけど、はいはいはい、まあそれは少ないかな。へえ、じゃあ割とそういう、なんて言うんだろう、
自分の感覚で思ったことをさっきの営業部みたいな話じゃないけど割と素直に言えるみたいなと思う環境がある。言えてない子もいてるかもしれないけど、うん、結構僕そういう子好きなタイプなんで、多分それは社風として出てるんちゃうかな。お結構生きづらい子僕好きなんですよ、はい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 、この子いろんなとこで迫害受けたやろなとか誤解受けたやろな、中身ええ子やのに、うん、言葉の使い方とか一個下手なだけで誤解受けてる子とか見ると、うん、なんか好きやなってお、うん、思ってしまう。不器用な感じが、うん、なんか自分見てるみたいな気がするからかな。この子も一個絡むけたらめちゃくちゃ素晴らしいのにとかいうなんか強み見てまうようになったんで、なんかいますやん、トロい子とかよく失敗する子とか、うん、でも性格が悪いとか僕とは会えへんとかではなくて、なんか一生懸命な子を見たら、はい、まあそれはそれでいいかなって思ってしまう、うん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 、とかはあるかな。ありますね、そういうケースは、うんうん、はい、新規を歓迎するっていうね。はい、ということでね、これで終わりかな。そうですね。1回目はこんな感じで終わりました。はい。御社の環境を教えてくださいって、まあ大体今喋っていただきましたけれどもね、うん、メンバーみんなで同じ方向に向いてて、これだみたいな時に反対することができますかって。何を持ってかやね。まあみんなが同じ方向を向いてるっていう体験はあんまりないかな。みんなっていうと。なんかでも、理念、経営理念を作る時の話って、うん、ちょっとこれに近いんじゃないかなと思ってたんですよ。ただしコアメンバーね、それも本人のちょっといろいろみんなで黙々と考えて、そうしたまあ口論ではないけど意見のすれ違いとかあったけど、はい、これを経営理念を考えるんだっていう目的地が一応あったから、はいはい、これで言うたらなんか反対ではないですね。自分の意見を言うやったかな。お、うん、ちょっと今の経緯のところを簡単に説明いただいても。なんかあったかな、なんか詳しい説明あるかな。経営理念を作るときに 14人のメンバーさんで、すごい、ね、1年ぐらいかけてやられたんでしたっけ。そうですね、1年ぐらい、ね、でも議論重ねて、なんかまあ例えば3グループに分かれてなんか経営理念を考えようみたいな、その14人でも中に3グループぐらいに分かれてやるときに、なんか他のグループが出したやつに対して僕その表現嫌いですとかやっぱり出るんですよ、うん、やっぱり言われた方は嫌じゃないですか、うんうん、なんかそこでこう一瞬モヤモヤってこう、うん、なんか一生懸命考えたのにプロセスを切られたみたいな感じの時とか出る時はあった、うんうんうん、でもなんかそのメンバーでやってるうちに、うん、なんかそのなんでそれを言った人がそういう表現をしたのかっていうのを過去を振り聞いたりすると、うん、あ、そうかそうか、そういうことがあったからなとか分かる時もあるんですよ。うん、うん、もちろん過去の経験とかでなんか頑張るのがもう辛いんですとか。ああ、そうかそうか。え、うん、それは今どっちの話ですか。例えば嫌いですって言った側の人の過去の話なのか、うん、この表現を考えた人たちのそのそこの表現に至った方、否定した方ですね。だから否定したか。なんか がむしゃらに頑張ろうみたいなやつがパッて出てきたりするじゃないですか、うん、はい、ちょっと頑張るんとか嫌なんですっていうなんかいう表現をすることで、うん、なんでこっちテンション上がってるのに落とすみたいな流れに見えてしまう、はい、でもなんかそこをなぜって なんかそういう風な表現になった理由をうまく聞いていくと、うん、なんか実は昔の会社で頑張りすぎてこういう目にあったりとかいうのがあると、なんか一応その子のプロセスが理解できるから、また捉え方とか話し方とか進め方も変わってくる気がする。だからまあ反対とかかな、うんうんうん、反対することができているかっていうよりも、なんか自分の意見を言えているかっていう方がいいかな。はい、ああ、そうですね。うん、まあ、これちょっと質問の仕方がよくなかったかも。いや、でもなんか分かります。基本的には、うん、でも反対をする例えば、うん、経営理念、うん、楽しく歩く人を増やすっていう時に、うんうんうん、最終これでええんちゃうかっていう、なんかみんながなってる時に、うん、その同調圧力に屈せずに、うん、徳重っていうのがずっとこんな感じなんですよ。だから徳重どうしたやっぱり納得いけへんとこあるって言ったら、うん、実はってね、どこら辺に言ったら、うん、楽しく歩く人のを増やすっていう増やすの感じ、増っていう感じがなんか字面が嫌なんです、おひらがなにしたいんですって、
うんうんうん、でも言うてよかったんちゃいます、聞いてよかったもあるし、うん、あ全然ええちゃうって言ってみんなでじゃあそうしよういう風になったりとかも、あの言えるようになったっていうのもまあ、うん、それ問いかけしたからもあるかもしらんけど、多分本人も言ってたんじゃないかな、うん、でも言うタイミングその本人によってちゃうじゃないですか、うん、はい、こうこんなハイスピードなトークでバン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 意見 やれるのがすごいええチームかって別にそうでもないと思うし、うん、ちゃんとその子の意見が出るまでじっくり待てるかっていうのもチームの状態かなとも思う。言いたいことあるなら言えよとか言うてもなかなかやっぱ言われへんと思うから、まあ、言い方にもよりますもんね。言えよって言われて、うん、いや増やすのこの増えるのどうっていう字がなんで言わなかったんだよお前みたいな言われちゃったらもう多分もう言わないだろうしね。で多分言いたいことやったら言いなさいよ言うて言って怒られたこともあるよし、みんな人生絶対人生で1回ぐらいあるでしょ。ありますよ。言いたいこと言いなさいって言ったら、うん、名前聞くなとか言う、ね、何考えてんだそんなことできるわけないだろう。それくらってる人らはうちはそれはないかな、ないように笑いながらやってるかな、そういうのがするときは。何食いたいって聞いて、あ、そば食いたいですって言ったら、そば嫌とか、社長が何か食いたいが聞いたでしょみたいな、はい、だからそばって言ったんじゃないですかって。それはうん、原点主義でなく加点主義か、うん、どっちやろう。原点主義ではないと思う、うんうん、でも加点主義でもないかもしれない。うーん、何主義なんですか。何やろう、加点っていうのがあんまりないかな。あ、そうか、点数、人に点数をつけるっていうのはあんまりないかな、うんうんうん、だから自分で判断してねっていう、うん、うん、自分なんかもちろんあの、ね、プラスやったことはやったなってみんなで喜ぶけど、うん、加点っていう考え方でもチームでなんか達成したときはそれでいいかな、個人ではない感じがするかな、うんうん、なるほどなるほど、うん、高本さんは人を評価するっていう考え方があまりそぐわないですもんね。まあ、これもねそぐわないです。言いながらやってるときあるじゃないですか、よくやったなとか、あいやそれとか言うてまうじゃないですか。でもほんまに感情が動くときだけにしてる、なんか、うん、こうよしよしってしたいときではなくて、僕も嬉しいときはそうしてるかな、うん、それぐらいかな。だから点数を加点するっていうのは僕の中であんまりない気はする。まあ、本当加点してほしい人もおるかもしらんけどね。ああね、それあるかもわかんないですね。もっと褒めて社長っていう人もおるかもしらんけど、うんうん、逆にちょっとあっち行ってってなるから承認欲求ですね、うん、次がチャレンジ、挑戦することが損ではなく得なことだとメンバーが思えているか。チャレンジしたことある人は思えてると思う、うんうん、チャレンジしたことない子は分からへんと思う。ああそうかそうか、うん、どのタイミングでするかっすね。なんかちっちゃいので言うたら、あの社員旅行とかのプロジェクトチーム作ってやってもらったりとか、はい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 、でなんか目的決めてもってどう思ってもらうかとかやってもらったりもするけれども、うん、そのレベルの挑戦ではなくて、やっぱりお金減る増えるの挑戦じゃないと多分うまくいかないですね。コミュニケーション量は増える、うんうんうん、けどなんかでもチャレンジしたメンバーは、うんうん、損ではないって分かってると思うかな、うん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 、だって一生懸命だそんな損せえへんし、うんうん、で損出たかて、なんか絶対次回あの自分に対してもっとよりよくやったるみたいな決めてる子が多いんで、はいはいはい、そこは少ないと思います、うん、前例や実績がないものでも取り入れることができているか。どうやろう、できてるかな。できてる気がする。できてる気がしますよ私も前例実績ないものがほんま捉えてないから、前例と実績あるものをやってる時にやってる感覚がない。うん、また同じこと当たり前になってる、うん、当たり前やから、普通の普段の行動やから、うん、なんか多分挑戦レベル高くないと面白くないっていう気がしてるのが入ってるかな。多少非現実的でも面白いアイデアを思いついたら共有してやってみようと思えるか、思えるか、うん、非現実的でやってることで何あんねやろな。僕学校借りたいとかそうかも。うーん、会社ごと学校に引っ越ししたいとかいうのは多分、はいはいはい、でもね、うん、もう非現実かどうか分かってないですよそのレベルやと。あ、もともとその僕ラスベガスで展示会やりたいって10年前に言ったのも多分非現実的やったと思うんですよ、うん、あのこんな小さい家族経営の会社が何言うてんねんみたいな、でもそこはね麻痺してるから、どちらの会社の頃も麻痺してると思う、うん、だって
だって2週間に1回ぐらいテレビ局が取材来るってなんか麻痺してきません？芸能人がしょっちゅう会社来るとか。そんな頻度で今、うん、そんなすごいですね。で思うとなんか入社したばかりの子もびっくりするし、でなんか当たり前のようになってくると、はい、なんか非現実的分かれへんようになってくるな。だからそんなもんなんやろなと思う、うんうんうん、現実って何だろうみたいな問いが立てられるようになるかな。そもそも現実的って何みたいな。ほんまや、うん、次行ってみましょうか、はい、常識にとらわれず様々な視点や物の見方を持ち込むことが歓迎されるかと思いますっていう感じですもんね、うん、と思います。目立つこともリスクではないと思える環境か。これは目立つが何で目立つかっすね。いい目立ち方悪い目立ち方であるんでしょうね。これ美意識の話かもね。あ、会社の理念とかね、文化とかなんでしょうね、うん、嫌な人は目立ちます、うん、例えばどうなんですか。いやどうやろう、なんか自分の立場とか利用して年上や、うん、とか、うんうん、なんかキャリアが長いからって言って偉そうな人っていうのは目立つかな。嫌われるね。やめていくね。やめていく。なるほど、うん、あのうちそっちじゃないからって、なっちゃうんやろね、うん、過去の経験とか引き出してやっちゃうけど、そうじゃないねんな。だから目立つ子で言うと、うん、うちで言うと向こうさんっていう女性スタッフとか、広島っていう男性スタッフ目立つんですよ、はい、でその子らはもはや別に何の役職もないけど、うん、会社の中心で仕事をしてます。お、うん、ただのデザイン部の女の子と EC のマネージャー、うん、EC 部のマネージャーやけど、うん、会社の中心とみんなも思ってると思う、はいはいはい、でもちろん社長が会社の中心かっていうとそうかもしれないけど、うん、中心なんて中心の場所があるだけで誰かが中心ではなくて、うんうんうん、あの中心で会社全体見て仕事をしてるんですよ、うん、自分は何々部やからってテリトリー決めてないんですよ。ほう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 。自分は何々部に所属してるけどこれやった方が会社のためになりますよねとか、うん、あの自社でも若い女の子にミーティングで何々ファシリテーション的なことやったと思えかと思えば、うん、ちゃんと他部署に行って会社の説明してたりとか、うん、今後の方針説明したりとかを見ると、はい、もはやそこは中心やなって、うん、なるほど、うん、なので中心人物ではなくて中心のエリアは会社にあるような気はしてきた、だからそこにみんながどんだけ入ってきてくれるかなみたいなのが、うん、今喋ってて分かった。おーすげー、うん、そうだからそこは目立つっていうのはリスクでは全くない、うん、あの子ばっかりごひいきされてるとかでもなくて、うんうんうん、確実に言えるのはリスペクトされてる、うん、みんな好きって思ってると。お、好きって思ってる。でもそういう子は嫌いな人はうちの社風に合ってないやろな。あー、なるほど、やめていく、うん、やめていく、うん、それでいいと思う、うんうんうん、だけかな。だからうちの環境で言うとそんな感じですよ。すごい心理的安全性の高い環境なんですね。高くなった。だってやっぱりちょっとちゃう人もいっぱいいてたもん。さっきの営業部の話じゃないけど。とか、うん。営業部何人いなくなったかな。うん、でも排除したわけではないけど、やっぱりフィットせずに去っていくっていうのが一番僕健全やなと思っているので、なんかそういうふうにこう最初。岩の塊になんかいっぱいついたものが取れてって、なんか中の原石見えてきたみたいな感じは最近はしてる。ただ過去に何度かそう思ったことがあるんですよ、はい、今いい感じやな会社、うんうん、でなんかまたちょっとしたらなんか歪みが出てきて、うんうん、またなんか余計な異物ついてみたいな、うんうん、だからその異物も結構大事やし、うん、今僕いい感じや思ってるけどまだ何年後か経ったら、はい、うん、また絶対グラグラって異物がって感じる時がある、うん、その時に異物大事にすんのか、うん、あのちゃんとそれはこう取り除くように僕がすんのか周りがすんのかとかは、うん、またこれから変わっていくんやろうなと。お、それも分かってきて、なんか楽しみですね。ずっと変化するっていうことが分かってきて、であのなんかちょっとしたなんかなんていうんですか、心理的安全が今はないなとかいう状況もないねってみんなで言えたらいいと思う、うんうん、みんなが理解してね、そないから社長なんとかしてくださいとかではなく、うんうん、ないねって理解をできたら、うん、なんかそれこそそれが言えるようになったら本当だねって、なるほど、言えるようになれたらいいなと思う。なんかだいぶその状態になってくると心理的安全性が会社の中で浸透してきたっていう認識がね、と思う。ごめんねって、あこちらこそごめんねって言えるようになったら、うん、いや社長のせいじゃないんですよ、そうそうそう、誰のせいでもないんですよ、うん、ぐらいの感じで、ずっと心理的安全が続くっていうのはまあないと思う、うんうんうん、こういうのはあるじゃないですか、はい、新メンバー加入もあれば誰か辞めたもあるし、はい、誰か死んだ誰か病気になった、うんうん、ね、だからその時に今ちょっとこうだねって言える、うん、現状のことを話できるメンバーがいてたら、うん、会社ってもっと楽しいやろなと。なるほどね。おお、いい時間になっちゃいましたけれども、はい、また次回に続きます。ではまた次回お楽しみに。バイバイ。バイバイ。